はい、え竹内です、こんにちはということで、え今週もいつも通りやっていきたいわけなんですが、えー、まあそうですね、令和最初の競馬はですね、え東京競馬の方で票が降って、10レス以降が中止ということでですね、あの、本当にあの、あの残りの3レースがね、月曜日にスライドされたらどうしようと、ちょっと不安だったんですけどまあの、プリンシパルステークスの方は、え今週末、の東京競馬場で開催されるということで、まあ、ダービーまでのね、ローテとか考えたら厳しいですし、 仕上げてた馬とかはね、その維持が難しいので、うーん、まあちょっとね、どうなっちゃうのかなっていう、本当に、ね、あの、かわいそうだなっていうね、ところが結構あったりしますが、まあまあまあ、あんなこともね、あの、なんか今年もね、あの、今年というかこの令和もね、なんかあの、事件がね、いっぱい起こりそうなね、なんかそんなような出だしになっちゃったなというような、えー、印象を受けました。 うん。まあまあまあ、後でね、あの、NHK マイルの話なんかもしたいなと思うんですけど、まあまあなんかいろんなことがあったなと、ケンダッキーダービーもね、すごいことになっちゃいましたし。まあ、そういうのがね、重なるのが、あのー、競馬なのかなというようなね、印象をすごく受ける、この令和最初ゴールデンウィークの競馬となりました。えー、今週もいつも通りの、えー、こんな感じでやっていきたいと思います。 はい。えー、まずは、反応調教時計別構想場ということで、過去にこれくらいの反応調教時計、当該集、最速時計の時に、構想が置いて生まんから、気になるものをピックアップしていきますということで、まあ、ここは場名と数字だけですね、ソウルスターリング、トゥザクラウン、アシュリー、ノボバカラ、レッドオールが、メイショーパス、エアールマサー、ディラート、サウンドキアラ、AT サンダー、ドリューという感じになっております。えー、まあ、週末にね、えっ、ー、と、反応時計とここ照らし合わせてみて、チェックしてみてはいかがでしょうかということで、えー、掲載をしております。 はい、次です。特別レース期待値の高い馬、芝編ですね。えーまあ、自分のロジックなんかを使って、えーまあ、前奏の状況あ条件だけでちょっとピックアップしている馬なんですが、えー、デクレアラ、えー、ミッキーバード、でミッキーバードもう一つ登録、二つね登録してますね。えー、デクレアラー、ここもです。えー、で、サトノフェイバー,、えー、そしてタワーオブロンドン、トザクラウン、そしてラッキーライラックが該当しているという感じになっています。うん、こういうね、あの、 ラッキーラルク好きなんですけどね。なんか時代が違えばっていうね。なんかあの、一年違う、あの、生まれるのが早ければ遅ければっていう、なんかそういう馬がね、すごくあの、実は好きだったりします。なさを感じるというかね、なんか運命のいたずらと言いますか。えー、次です。特別レース期待値の高い馬。ダート編の方ですね。ええー、ギラーメン。<laughs> ギラーミン。今 <laughs> ギラーメンって言いましたかね。えー、ギラーミン。えー、クイックファイヤー。えー、K2 リラ。 で、えー、ギラーミン。なんかギラーミンってね、なんシンプルな名前だけど、なんか言いにくいな。えっ、ー、と、ウォリアーズクロス。なんかね、戦士の鎧ですかね。えー、で、ノボバカラ、えー、南洋いざよい、メイクハッピーという感じになっております。ここはまあ、そんなに、あれですね。えー、まあ、ウォリアーズクロスとかね。うん、この辺をよくレース見て、何回も見てますけど。 あんまりねあのこの中で特にこれだっていう,ようなのはちょっと今のところない感じですね。あとはまあ自分の指数との相談になります、はい。で、注目している馬のコーナーとなるわけなんですが、東方アルテミスをピックアップいたしました、前走はね、そうですね、覚えてる方多いと思いますけどね、ネプチュナイトがレコード記録したレースになるんですけど。 えー、東方アルテミスは先行してましたね。先行してて、まぁ、あ、ちょっと足色鈍ったなっていうところで、名称露雪がこうしたせいで、まあこの画面で言うと、まあ11番の後ろですね。まあ、ジョッキーも振り返って気にしてますけど、いやーもう落ちたかなっていうようなね、あのぐらいジョッキーがつまずいてっていうか馬がつまずいて落ちかけました。はい、もうこのね、 画面で言うと、あの、ジョッキーのお尻しか見えてないんでね、そんだけ頭下がっちゃってる状況なんですけど、あのー、まあ、これではね、えー、粘り込むことも当然できんということなんですが、あの、東方アルテミス自体はすごく、あの、スタミナがある馬だと思ってます。で、長い距離の競馬向いてますから、今回もね、えー、ちょっと期待したいなと思いまして、あとね、ほんともうちょっと粘り強く、うーん、残ることができればね、っていう感じなんですけど、まあ、レースの展開ペースなどあると、あのまあ、 レースやね、そのレースの内容によってね、あの、まあ、残れた残り残れなかったりはすると思うんですが、ちょっとでもね、この馬に向けば全然チャンスあると思いますし、あの、まあ、前走のこの結果がね、こっからま、当然ズルずる下がってるんで、あの、パッと見ね、あの、成績だけで見れば全然、よろしくないものになってますから、人気をね、えー、そろそろガッと落としてくれれば、ちょっと狙いたいなと。 え、厚めに狙ってもいいんじゃないかなっていう感じの、え、一等ですね。はい。そこでピックアップさせていただきました。で、え、今週の重賞、ビクトリアマイルということになりますが、え、さっきもね、ちょっと言いましたけど、ラッキーライラックは当然、ん、強いですからね <laughs> で。好きですしね、あの、買いたいなとは思っていたんですけども、<laughs> えー、まあ、それであったら、わざわざピックアップする必要性もないんでね。うん。 あの人気馬をピックアップしていてもあまりしょうがないので、まあ、どうしても、ね、いなければ、えー、人気馬にしますけど、えーまあ、配当的な部分、うん、人気は段番手ぐらいになるんですかね、ちょっとまだ想像はできないんですが、まあ、メンバーしたいですけど、ノームコアをチョイスさせていただきました、で中山頻馬ステークス、ね、後ろからの競馬をしたんですけど、ずっとうち、まあ、にこだわるような競馬でしたね、でまあ、結果的に直線行き場がないと、で前が詰まってしまって、 で、ちょっと追い出せないなっていうところで、まあそこから追い出してから進路ができてからは結構伸びてましたね。うん、で、まあそこから伸びてたところで本当にもう、あのー、まあ万事休すというところでしたので、まあ7着っていう結果になってしまいましたが、まあそこが前がもし仮にスムーズにね、あのー、通れるぐらい空いてたり、 した場合は全然着順が違ってくるのでね、今回はもっと人気になったと思うので,で、まあそういうふうに考えれば、あの馬券的には面白い、美味しい馬になってくるんじゃないかなと思います。で、キャリア的にもね、まだ全然少ないですし、一戦一戦まだ成長できるところだと思いますので、ちょっと一発ね、ノームコアは期待したいなぁと思っている感じです。はい、ノームコアラッキー大落で決まってくれればいいなと。<laughs> まあまあ自分のね、指数とか、そう出てきてからだいぶ予想変わりますけど、現時点ではそういう感じの、ええ、印象というか、まあ、狙い方になっております。はい。で、そんなね、あの、ビクトリアマイルも含めた、ええ、特別登録時点、総合評価指数はもう、アットギャロップ掲載してます。テイクアップアームズの方も両方ね、あの、平日更新完了しております。はい。で、アットギャロップショップの方も、ええ、こんなもの載っけてますので、気になる方は見てください。 うましに関しては、えっ、ー、と、今週は特にないんですけどね。まあまあ、先週ね、あの、えげつないの当てたので、えー、これからもね、また、このキャラたちの解明の中でね、人気数のところはちょっと、あの、一発、大きい配当を狙いたい人はチェックしてもらえたら一番いいかなと。えー、現状でうましの使い方って多分それが一番ベストかなと思っています。 はい、えー。で、まあ雑談っていうほどでもないんですけども、えー、そうですね。あ、そうか。NHK マイルですね。えー、まあデムーロが勝利ということで、まあそこは全然問題ないんですけれど、個人的に注目してた、あの、ビッテルス・バッハね、トサギ・ジョッキーだったと。えー、まあまあ東京が、まあ、ま外の差しが利く状態になってましたんで、で、外枠、えー、もう直線に勝負をかけるこの馬、もうか整ったなと。 整いましたって感じで、えー、馬券的にもね、結構あの狙ってたんですけれど、うあれと <laughs>。直線に入った時に、おかしいなぁと思ってたんですよね。なんか外にい,るいないぞと。もしかして、あの、最内走って詰まりそうになってる馬じゃねえかなと <laughs>。でも本当にね、あの、そんぐらい見失うぐらい、あの、我が目を疑うというかね、あの条件で、 あの馬の特徴で、あの枠で、あの馬場状態で、なぜ、最内に突っ込んでるんだっていう、もうさっぱりわからんと。で、まあ、あまりにもさっぱりわからないんでね、あの、ちょっと SNS、あのツイッターとかで見たらですね、えー、結構同じような感想の方が何百人もいましたね。競馬ファンの方でね。ちょっとみんなね、逆にびっくりしてるっていうね、そのどういう意図があって、あそこにいたのかっていうのを、ちょっと本当マジで、あの、教えてほしいなと。 あ今うね、あのー、競馬道の騎、ね、乗後の騎手コメントとか出ると思うんで、まあ、それ読ませていただく予定ではあるんですが、ねあのー、どういう意図があって、あそこにいたかっていうと、ね、のをね、逆にその馬券に、ね、役立てるためにも、ちょっとョジョッキーのね、プロの意見を聞きたいなという感じなんですけどね、いや外にいたら全然あの伸びてきてたんだろうなと思うんですけれど。 でまあ、そんな NHK マイルなんですけどあのグランアレグリアが、ねまあ、一番人気だったんですけどルメルジョッキー、えー、ちょっと釈、ね、放してしまいましたでもまあまあいかんダメだろうと <laughs> まあダメだろうと思うような、ね、あの感じのなんですけど最近ね JRA があまりにも別に膠着もないし審議、えーまあね、って形だけじゃねえかみたいなことばっかりやってたんですけど 今回ね、まあ厳しくて、まあ最近のちょっと合わせ一本みたいなところかもしれないんですけど、えー、16日間のね、えー、乗停止ということで、えー、っと、そうですね。ダービーに乗れないということになりました。これはちょっとびっくりだったんですよね。ということはまあサートゥールナーリアは、えー、デムーロが乗るのかなって思ったんですよね、流れ的にも。まあまあ、もともと乗ってましたしね。ところがどっかレインが乗ると。 いうことでまあまあまああのジョッキーやっぱね短期免許で来てそのなんて言うんですか最初のもう1周目でねああうまいなと、うん、でまだ25歳ですけどまう、あ、まいなーっていうかもうほとんどもう外人ジ,ジョッキーがねど,どんな外人ジョッキーでも日本来たらもうトップなんじゃねえかと思うぐらいね最近そんな錯覚もするぐらいなんですけどまあねあのだから えー、短期で来てて、天乗りで25歳のジョッキーがダービーに乗って、1 <laughs> 番人気ですか <laughs> これでね、勝たれてしまってはあの、日本のジョッキーたちはね、もう本当に立場がないというか、えー、もう中国競馬全員外国のジョッキーでやってほしくなってしまうぐらいの気持ちになりますね。見てるこっちからすれば。うん。でまあ、かといってね、果敢に潰しに行けるジョッキー ねそういう気持ったものあるジョッキーって今日本に何人いるんだって言ったらなんかイメージ的に川田ぐらいしか <laughs> いないような感じもするんですけど、うん。でもね、あの、まあ、本当にね、ダービーってやっぱジョッキーの夢だと思いますし、そこを勝ててないね、騎手もまだまだいっぱいいる中で、ここでポンって勝たれてしまって、なんか新時代到来、<laughs> 25歳の若い騎手がって言われても、まあでも、 中央のジョッキーだったらね、まだしもなんですけど、ちょっとね、やっぱ長年競馬見てる身としてはなんかちょっと悔しいものがあるというか、うーん、ていうか、まデムロでよくねえかっていう感じだったんですけどね。ね、えー、まあちょっとすごいでも、まあ連騎手はチャンスが巡ってきたなっていう、うん、ことなんでしょうね。だから僕、ら前にもこういう話しましたけど、僕、まあプロレスが好きなんで、あの、 こうやってね、例えば、なんだろう、ずっと、僕は新日本プロレスが好きなんですけど、新日本プロレスでね、ずっと毎日戦って頑張ってる所属の選手がいる中で、この海外の大物がポーンって突然現れて、一気にチャンピオンになってしまうみたいなね、あの切なさとね、ちょっと似てるものを、これ、競馬でもまた感じなきゃいけないのかなと、まあ、ルメール・デムーロとかモレールとか、その辺に関してはね、やっぱそういう感情を最初抱きましたけど、 これででも本当にね、勝っちゃうとね、どういう感じになるんでしょうね。本当、うーん、そもそもね、天のりでダービーってなかなか勝てないもんですし、いやでね、例えばこの、じゃ東京、っていうかまあま、あ日本の競馬のね、経験すらほとんどまだない中で、まあ、結果残してもう重賞も勝っちゃってるわけなんですけど、 うんどうなんでしょうっていう感じですけどね、見てる側からすると。いや、新時代、何が変わると思いましたけど、より一層外人ジョッキーのパワーが増していくような展開になるのかな、なんていうようなことはちょっとね、思いましたしただ、まあ逆にあの馬券的にはちょっと面白いかなっていう、人気はするんでしょうけど、なかなかその、なんだろう、その要は馬券に対してその予想とか、 通常の、ね、予想決闘だ、調教だ、展開だとか指数だとかっていうところをちょっと一回あの置いといたとしても単純にあのジョッキーの意地っていうものが日本人ジョッキーの意地っていうものが出るのであればね、発揮されるのであれば、うん、まあちょっと半信半疑ですけどね今の,今の日本人ジョッキーの感じだと半信半疑なんですけど出ると仮定すればあの馬券はすごく面白い ものにななるかなと思いますで別にまあダービーって言っても、まあね、はっきりはしてもらえれば別にあの数あるレースの一つですしね、馬券的には。それこそ、これ、毎年のように言いますけど、有馬だろうがダービーだろうが、g 1だろうがなんだろうがあの、めちゃめちゃ期待値の高い馬がいる未勝利戦の方が、それは勝負ですからね、そっちにはね、例えば、ね、10万でも20万でも貼れますけど、別にダービーで買う馬いなかったら買う必要性もないわけですから。 数あるレースの中の一つなんですけど、まあ、うーん、個人的にはでも多分、勝負、勝負レースではないにしても、なんか遊びの範囲内で、あの後輩と取れるみたいな、そういうね、あの、面白いレースになってくれたらいいなと、個人的には思ってて、そういうね、化けの買い方をするんじゃないかなとは思いますね。うん、まあもちろんね、勝負した馬が出てくるかもしれないですし。 うんまあ、枠やらんやらありますからね、展開、この馬がいたら、この馬がいなかったらとか、そういうのがあるんであれですけど、うん、まあでも、ここからね、あのルメールがいないっていうことで、またあのー、全体的にね、競馬の流れも変わったりしますし、えー、不調だったデブーロがね、こうやって G1 勝ったことによって、あの巻き返してくるのか、えー、腰痛もそろそろ良くなってくるのか、ね、あったかくなってきたんで、とかね、まあ、いろんなことがね、ちょっとあの影響するとは思うんですけど、うん。 ますますね、今週末から楽し、競馬楽しいんじゃないかなと思いますし、ぜひね、あの、まあ、初心者の方とかもね、あの G1 シリーズン馬券買うと思うんですけど、ぜひね、1レース目とかからね、<laughs> 見ていただくと、あのー、まあ、いろんなレースがあるなっていうふうに思うと思いますし、うん、あのー、そうですね、G1 だけ買う、 あれは何ですかねやっぱテレビ中継があるからなんですかねどういうことなのかはちょっとよくわからないんですけど、あの、まあ、まあ僕もね、最初はそうでしたけどね。うん。でも、あの、例えば10年、20年、30年 G 版だけ馬券買ってる人とかもやっぱ結構いらっしゃるんで、うーん、どでそういう人の方がね、あの馬一頭一頭に対して結構熱かったりするんですよね。もうがっつり馬に、あの、 もう心からのファンになっちゃってる人とかも結構多かったりする印象なんですけど、あれがね、ど,どういうことなんだろうな <laughs>、ね、新馬からね全レース見てきて G1 まで追っかけてきた人よりも G1 で年に3回ぐらい見る人の方が本当にあのちょっと信者的なファンに、ね、なっていたりするっていうのが、これがまた競馬の面白いところだったり、ね、するんですけど。 なんですよねでも、ああ、でも、それだと、そうか、あの、見る馬が少ないからなんですかね。G1 だけで見てた方が、頭数が少ないから、気持ちがぶれないというか、逆に全レース見てたらね、一日な、あの、500頭とかね、見ていかなきゃいけないんで、そういうことなのかなぁ、うん、勝手に自分で疑問を感じて、今、自分で解決 <laughs> しましたけど、そういうことかもしれないですね。うん。でも、一回なんかね、ちょっと、この競馬ファンの初心者の人とかを、ちょっと、この、 あの集,め集めてですね、僕と身の回りの、どういう、ね、行動パターンをするのかとか、あの馬券長く買っている人とどういう風に行動パターンが違うのかみたいな,なんか実験とかもね、ちょっとやってみたいなとか思っていたりします。やっぱりこの G1 シーズンというか、まあ、ほとんどなんか年間通していったら結構ね割合 G1 やってますからね。そうなるとやっぱ 前半は置いといたとしてもね、中盤ぐらいから競馬場に GI の時は人いっぱい集まりますし、初心者の人が馬券とか買ったりするんで、その行動パターンでね、結構あの、あの、把握できたらね、武器になるんじゃないかなとは思うんですよね。初心者の人が買いたくなる馬であの、外れやすい馬のパターンとかね、そういうのをなんかあの、数字で分析していけたらすごく面白いんじゃないかなと思ったりね、なんかしますし。うんやっぱり そうですねやっぱ JRU も、てか競馬自体の、ね、ファンは、ね、あのちょっとずつまた増えてるみたいですからね、これからそうあのやっぱ初心者の人は増えてくるでしょうし、で逆にだからあの初心者人向けの,、ね、あの競馬予想会社のフロント企業的なブログとかも、すごい増え、この年数年増えてきてるなとあの、客観的に思うんですけど、見てると。 うんまあ、それだけねあの、初心者の人が増えてきてるから、初心者向けのブログやった方がひきあの引っ張りやすいということなんだろうなということでねあの、思ってたりするんですけど、まあ、僕は一切そういう感じの, <laughs>、ね、あの初心者向けのことはもうやってないんですけど、まあ、今更、ね、そういうことをやっても、あの今いる、ね、読者さんたちがあの退屈に思う人の方が多いと思うんで、できれば、ね、あのマニアックな方あをやっていきたいなと思うんですけど。 うんまあ、でもね、それだけやっぱ初心者の人が増えてくるっていうことは、あのまあ、もちろん初心者から馬券でバリバリ勝つ人もいっぱいいるんですけどあの、どうしてもね、やっぱり馬券歴の長さとか知識とかね、あのまあ、た,だただただその馬券歴長いだけじゃ話にならないんですけど、あの その見てきたキャリアの長さとか、ね、あの競馬を見てきた時間の長さとかっていうのはちゃんと使えば、ね、絶対あの有利な武器になるのであのそういうのを、ね、磨いていく令和というような感じにしてもいいんじゃないかなと思ったりしております。はい はい。そんなわけで、えー、なんかちょっとね、あのー、今、もう結構お眠なんで、ちょっとグダグダな喋 <laughs> りになってしまいましたが、まあ、いつもと変わんないかな。うん。あのー、まあ、その、たまにはね、ほんとね、あの、話すことの台本でもね、用意してやってみようかなと思っていたりします。多分ね、あの、台本用意して喋ってたら、あのー、毎週これ聞いてくれ、くださってる方は、あ、今回台本読んでるなとか気づくかもしれないんで、 ちょっとね、そういう企画やってもいいですよね。あの、例えば今から今年の年末までで3回台本用意して喋りますと。もう喋ることきっちり決めて喋りますとで。それ3つとまってた人にはね、プレゼントを差し上げるとかね、なんかそういうのをやってもいいんじゃないかななんて今、ちょっと、あの、突然ね、思いつきましたんで。そうだな。ちょっと下半期にね、やってみたいなと。 え、思っております。はい。まあ、そんなわけでね、ぜひチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。もうちょっとね、時間が、もうちょっとでね、僕の方の時間が6月ぐらいからできてきそうなんで、ちょっとね、その辺な、その辺りから動画、ちょっともっともっと力入れて、えー、久しぶりに顔出しとかなんとか雑談やら、もういろんなことやりたいんで、えー、楽しみにしてもい、した <laughs> 楽しみにしておいてもらえたら嬉しいですと。 今、どういう髪出したんでしょうね。楽しみにして、もいで、もらえたら。いやー、ダメだな。ちょっと置いてきました。はい。まあまあまあ、あのー、ゴールデンウィークね、これアップした時はまだラスト1日。本日ね、皆さんお休みだと思うので、えー、まあ今日はね、ゆっくりする人多いと思いますけど、ぜひぜひ回復して、えー、週末のために力を蓄えてください。ということで、えー、竹内でした。さよなら。